チャッチく見えるっていうところはね、どうしても否めないと。これ完全に女子受けが悪いっていうアイテムになってますので、まあ、僕はこの5つはね、今後極力やめていこうかと。はい、本日はですね、30代以上は買ってはいけないかもしれないアイテムをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、僕がですね、よくアンケートとかで視聴者さんに、これダサいですか、ダサくないですかとか、あと、この間これもね、そうなんですけど、インタビューの動画で、巷の女性に、それどれがダサいの男子ではいう話聞いたら、意外とやっぱり色々と教えてもらってたんで、それを複合的にガッとまとめて、この辺ダサいと呼ばれてたらしいよ、みたいな感じの動画をやりたいなと思います。まずじゃあ早速一つ目に行きましょう。一つ目は何かというとですね、こちらになってます。ズドン。こちら、サングラスになってはいてるんですけど、ただのサングラスじゃないです。これは別名、おもちゃサングラスです。おもちゃサングラスって何なんかっていうと、よく1000円とか、そういう安い価格で、こうやっていっぱい吊られてガーって売ってるやつあるじゃないですか。よく高速のサービスエリアとかで売ってるやつ。これはやめとこうねっていう意見が多かったです。おそらく理由としてはですね、僕以前から散々、このメガネかけると、高速道路とかで運転したらダメだよと、これ長距離運転しないでくださいねって、このタグに書いてあるんですけど、長時間かけてるとね、気持ち悪くなったり、ともすれば視力が低下したりするってことなんで、これはね、基本的にはあんまり買わない方がいいっていうか、まあ、買っててもつけない方がいい。例えばアクセサリーとしてこうやってかけとくとかやったら、まあ、まだ使えんこともないとかもしれないんですけど、視力が落ちてくるとね、視力って戻らないじゃないですか。だからそこまでのリスクを負ってかけるほどのメガネかっていう風に思っちゃうので、極力やめた方がいいかなと思います。で、それやったら例えばなんですけど、これ今100円か1000円か忘れたけど、これかけてるじゃないですか。で、こっちになったりしたら、こっちはね2万円ぐらいするサングラスなんですよ。何がちゃうのと、はっきり言って違いないじゃないですかってなるやけど、これは一応ね、東京の中目黒っていうところのサングラス屋さんで買ったやつなんですけど、東京で買ったからおしゃれやからいいという話じゃなくて、まあ、ちゃんとね、これはレンズが検査されてるレンズになってるので、かけてても気持ち悪くなることもないし、長時間の運転とかでもかけることができるようなレンズで検査されてるんですよ。で、こっちはされてないから、そういうのはちょっとやめた方がいいですよっていうところになってますので、まずはおもちゃサングラスが一つ目になっております。このねサングラスですね、確かねベリーデナイトっていうお店やったと思います。もしよかったら、ね、行ってみてください。中目黒です。で、二つ目っていうのがこちら、ゾン合皮のアイテムで、本側じゃなくてフェイクレザーですね。今とかやったら結構フェイクレザーとかも流行ってて、環境にいいとかっていう声も言われたりはするんですけども、やっぱりチャッチく見えるっていうところはね、どうしても否めないと。まあ、例えばこういうボディバッグもそうだけど、ボディバッグだけじゃなくてレザーのジャケットとかもフェイクレザーあったりすると思うんですけど、やっぱりデメリットとしては剥がれてくるっていうところで、ちゃんと本側のレザーであれば体型さえ変わらなかったらね、ほんまに10年20年っていうのが着れるようなジャケットになってるんですけど、フェイクレザーはね、やっぱ5年とか着てくると、このよく曲げる肘の部分がボロボロめぐれてきたりとか、なんかこの縫製のところからボロ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 皮がめくれてきたりするっていうことがありえるので、やっぱり30代以上の男性にはあんまりちょっと向いてないんじゃないかなというところがね、お声としてあるかなと思います。ちょっとショーツにレザーって気持ち悪い格好になってますけど、許してください。そして3つ目っていうのはですね、これ完全に女子受けが悪いっていうアイテムになってますので、まあ、男子としては受けが悪くなかったりはするんですけども、女子受けのあまり良くないものとしては、やっぱりこういう系のね、こういうねごっついねネックレスですね。こういうのはあんまりちょっと評判がよろしくないというか、あんまり女子受けが良くないなっていうのが今までのインタビューでもありましたんで、できればちょっとやめていただいた方がいいかもしれないし、いや俺はどうしてもドクロがつけたいんだと、なんやったらもう俺はこれは自分の骨やと思ってるんだっていう方はね、つけていただいても結構かなと思うんですけども、一般的に言うとあまりちょっと受けがよろしくないというところも今までのアンケートで分かってきてるかなと思います。では次4つ目っていうのいきたいなと思いますけど、4つ目は何かというと、この夏場とかになったら皆さんこうやって半袖半ズボンだったらどうします？スマホあるし、鍵あるし、アイコスあるし、エアポッツあるってのはポケット入らへんから、バッグいるやないかで、バッグじゃあどうするんですかってなった時に、この縦型なんですよね。僕の動画ではずっと言い続けてますけども、この縦型は非常に人気がない。そして以前モデルのリホちゃんにもね、これどうやったらおしゃれになりますかって言ったら、10秒ぐらい悩んだ挙句分かりませんって言ってたんで、やっぱり女子から見てもどうしようもないっていうことなんで、これをもう思っちゃうとお父さんになったと思ってください。もう僕はお父さんで行くんだと、いわゆるザ土日のパパっていうかおじさんみたいな感じのスタイルでいいって言うんやったら、こうやってね諦めちゃってこのスタイルでもいいかなと思うんですけど、いや俺はまたまた現役で行きたいよとっていう場合であればね、こういう縦型は今ちょっと主流じゃないので、どっちかっていうと正方形とか、そういったバッグがいいかなと思います。まあこれ人気でね、なかなかなくなったりするんですが、アークテリクスのマンティス2ってやつなんですけどもね、まあ、僕がいつもマンティスの前にお上品に「お」をつけてくださいいうことを言ってるんですけど、まあ、これじゃやめておきましょう。まあ、このバッグとかは基本的に正方形とか横のタイプはね、まあまあ全然モデルかなと思うんですけど、こういうね格好とかにもスポーティーな感じで合うかなと思うんですけど、いかんせん縦型はちょっと厳しいなっていうところがね4つ目になっていました。では5つ目何かというと、5つ目はこれインタビューで女子から人気があまりなかったっていうところで、こちらですね、ビルケンストックっていうめちゃくちゃ人気のサンダルなんですけども、これ意外とおじさん臭かった
ったっていうところで、人によっては嫌がる人もいた、で人によったらいいという人もいてたんで、結構これはね、あの博打というか、あの勝負サンダルになってるんですよ。意外とこれ安牌なんかなと。これ男子の人気投票やった時ナンバーワンやったんですよ。一番ビルケンストックのこの形が一番人気あって、この色が一番人気あったにもかかわらず、女子からするといいっていう人もいてるし、これはおじさんっていう人もいてるんで、意外と博打サンダルやったっていうところでね、皆さん気をつけてください。じゃあ何がいいのっていうと、代替商品でいうとこちらですね。こういうスポーツサンダルが一番人気あったんですけど、その中でも僕が個人的に一番いいなと思うのが、スポーツサンダルであればこのテバのハリケーン XLT みたいな感じの名前のやつ、まあ、こんな感じだったらね、非常にいい感じになってるんかなと思います。だから今のでね、トータルコーディネートご覧ください。まずはサングラスとおもちゃサングラス卒業します。で次に合皮のアイテムやめましょう。まあ、もしなんかレザー使うんだレザーは本革にしましょう。そしてレザーもそんなに今めちゃくちゃ高いのも、もちろんハイブランドは高いけども、まあ、1万円台ぐらいからレザーもあったりしますし、次にごっついあのネックレスはやめましょうと。アクセサリーはもう小ぶりでシンプルにとりあえずいきましょう。そして4つ目っていうのがボディバッグを横型にしましょう。別にナイロンでもレザーでもいいけども横型にしていきましょう。そして5つ目っていうのがスポーツサンダルのこういうストラップ系、もしくはレザーでもいいけどこのタイプでいきましょうっていうことにすると、あれ一気にこれだけでコーディネート組めたじゃないかと。このままじゃあちょっと家族と一緒にイオンモールの買い物でも行こうか、行けるじゃないですか。このままね、これフードコート追ってみてくださいよ。あ、ちょっとおしゃれなお父さんおるやんと。あそこなんか手羽生えてるお父さんおしゃれやんってなるかもしれんし、でもこれが間違えてね、縦型のバッグ持ってください。おっさん汚いおっさんくっさいわって言われる可能性もあるじゃないですか。だからそれはさすがに僕もね、おっさん汚いわって言われたくないので、極力そういう風に皆さんのお声を聞いたりとか、女子のお声を聞いたりとかしてですね、清潔感をあふれる、おじ様になりたいなと思って頑張ってる最中でございます。まああくまでもこの辺はね、あの個人的な主観はあると思いますけど、僕はこの5つはね、今後極力やめていこうかと。今までビルケンのサンダルもね、去年とか履いたりしましたけど、もう一切今年履いておりません。なぜか女子受けがいいか悪いか博打だからということで、博打サンダルは僕は履かないという風にやっています。スライド式やったらね、いいなと思うのがプラダとかのスライド式とか、そっちとかやったらまあおしゃれっていうか、いい評判もいいと思うんやけど、このタイプどうしてもね、このスウェードタイプがいかにもおじさん臭さ多分出すんでしょうね。だからちょっとあんまりあれやったんで、30代以上の方はね、ちょっと皆さん気をつけていただければいいかなと思います。じゃあ最後にね、真逆の割り方を一回つけましょう。はい、サングラスはおもちゃサングラス、ネックレスがガチャガチャ、縦型のボディバッグ、そしてサンダルがビルケン。これでね、イオンモールのカルディ並んでコーヒータダでもらおうと思っても、この格好じゃくれません。お姉さんも嫌な顔するので、このおっさんはちょっとお店入ってきてほしくないなと思われるから、カルディに行けるような格好で皆さんイオンモールに行きましょうということで、本日はですね、30代以上は持ってはいけないかもしれないアイテムをご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。